この背中のトレーニングを行うだけで理想に思い描いているボコボコした鬼のような背中っていうのが作れます。はい、どうも皆さんこんにちは、アクトルブログです。ということで今日なんですけど、タイトル通り背中を鍛えるトレーニングということで、背中を鍛えるトレーニングっていうのをレクチャーしていこうと思います。今からレクチャーさせていただくトレーニングというのは、僕がフィジークの大会出場するにあたって行っていた4つのトレーニングになります。もともと体操をやってて背中は強かったんですけど、背中の広がりだったりとか、しっかりとかっこいい体を作っていくっていう意味の目的で背中を鍛えていくトレーニングになります。ただ単に牽制が強いとかそういうことではなくて、しっかりとかっこいい形を作っていくというトレーニング、これをねご紹介していきたいと思います。はい、ということで、まず背中の筋肉っていうのは広背筋、そして僧帽筋、脊柱起立筋、大円筋と、この4つに分かれるんですけど、この4つをうまくまんべんなく鍛えていくトレーニング方法になります。まず一番最初、懸垂から行っていきたいんですけど、素手で行ってる方いるじゃないですか。僕も今まで体操をやってる頃っていうのはずっと素手で行ってましたし、そっちの方がしっかりと正しい懸垂ができてるっていう風に感じてたんですけど、ぜひね使ってほしいのはこのグリップですね。でこのグリップなんで使うかっていうと、バーを握るという動作を加えることによって、他の部分の筋肉にも余計な力が入ってしまって、背中だけに効かせていくことっていうのが難しくなります。なのでこういったグリップを使うことによって、しっかりと背中だけを狙った懸垂を行っていくことができますから、皆さんぜひ背中のトレーニングを行う方っていうのは、こういったグリップ1000円ぐらいで売ってるんで、ぜひねこういうのも使ってみてください。まず手幅を広くしてください。このように手幅を広くした状態で引いていくんですけど、引いていく時にもポイントがあります。しっかりと胸を張った状態で、体を少し反らした状態で行ってみましょう。足をね後ろでクロスさせた状態で、こういう感じで引くといいと思います。懸垂ね、よく行われてる方で、引き切ったら最後ね下まで下ろしきっちゃう方がいるんですけど、下まで下ろしきってしまうと懸垂のね背中から負荷が抜けてしまいますから、なかなかね背中に効いてこないということで、効かせる懸垂は下まで下ろさなくて大丈夫です。上げてからゆっくり下ろして、この辺で止まって、また上げる、ゆっくり下ろしてこの辺で止める。しっかりと上げてからこの下ろすネガティブの動作ですね、ここを意識して懸垂を行っていくことによって、しっかりと広背筋に入ってきますから、もしもできない人っていうのはネガティブ、ここだけをね頑張ってみてください。ジャンプして下ろしていく、ネガティブの動作だけでもしっかりと広背筋に効かせていくことっていうのはできますから、皆さんぜひねこの懸垂っていうのは行ってみてください。それではね次の種目いってみましょう。はい、ということで次2種目目なんですけど、2種目目はこのオーストラリアンプルアップと言われる懸垂の方法になるんですけど、ここでのポイントというのは、しっかりと体を水平に保った状態で胸の下部に向けて引いていくというところ。この懸垂を行うことで、ぶら下がって行う懸垂では胸を張ってしっかりと肩甲骨まで寄せていくことが難しいんですけど、引きながらしっかり肩甲骨も寄せられるというところで、さらに効かせていくことができます。この懸垂で意識するところというのは、しっかりとこの胸を張った状態で引き切る、で下ろす、引き切る、で下ろす、ここで肘を伸ばしきらないというのがポイントです。女性の方なんかは、難しい方はこういうふうに水平にしなくてもしっかりと引き切って肘を伸ばしきらないというところまで意識して行ってみてください。そしてもしこういったものがあると、なぜいいかというと、引いてきてから手首をひねれます。こういう形で手首をひねりながらしっかりと引くことができるので、よりね効かせることができます。こういうのはねクロスフィットジムとかに行くとあるかもしれないんですけど、普通のジムにはないと思うので、先ほどレクチャーさせていただいたオーストラリアンプルアップっていうのを皆さん行ってみてください。それでは次の種目いってみましょう。次の種目なんですけど、次も懸垂になります。もしこの懸垂が難しいと思われる方というのは、この懸垂以外の方法っていうのもレクチャーしますから、まずはこの懸垂のやり方レクチャーさせてください。今から行う懸垂というのは、手を平行に握った状態で引いていきます。
これもポイントは先ほどの懸垂と同じで、全部の懸垂にかなり共通することではあるんですけど、しっかりと体を反らした状態、胸を張った状態で引くことによって広背筋だったり背中に効かせることができますし、引いていくのは胸の上部ではなくて下部、この辺りを狙って引いていきましょう。このような状態で引いていきますね。この時に肘が横に広がって逃げない、これを意識しながら行います。はい、ということで、もしね、先ほどのトレーニングっていうのが難しい方っていうのは、まあ、かなり女性の方だから懸垂まだできないのに、あの懸垂は難しいと思われる方もいると思うんで、こういうケーブルマシンを使った状態で引いていく背中のトレーニングっていうのを行っていきます。反動をつけてこうやって引いてしまうと全然意味がないので、反動をつけずに引いていくんですけど、このままね、背中を伸ばした状態からただただ引いても腕にしか効かないので、どうやったら後ろの背中に効かせることができるかというと、丸めた状態からしっかりと背中後ろのあたりを収縮させて、肩甲骨を寄せて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 寄せ切るところまで引いていきます。その時にしっかりと引きながら少し胸を張ってね、斜め上に胸を向けてあげることによって、より全体的に効かせることができます。そこからまた力を抜かずにゆっくり戻して引いていく。こういう形でしっかりと引いていく。先ほどの懸垂ができない方だったりとか、まあ、バーがねこういう風にパラレルに握れないっていう方っていうのは、これおすすめになります。それでは最後の種目いってみましょう。はい、ということで最後の種目なんですけど、こういうねインクラインベンチを使った状態でダンベルローイングと言われる、こういう形で引っ張っていく背中のトレーニングになるんですけど、よくジムで見かけるのはこれね、片手で引っ張ってる人とかいるじゃないですか。片手で引いてしまうとやっぱ反動を使えたりとか効かし切ることが難しくなってくるんですよ。なのでこういった状態で両手で行っていくことで、しっかりと反動使わずに狙った部位に入れていくことができます。一番最初大事なのは、この時に肩をこういう風にすくめないっていうことがまずポイントです。肩しっかりと仮定させた状態で背中をねできるだけストレッチさせてあげる。こういう感じで伸ばして伸ばして伸ばした状態から引いていく。で、引いていく時にこういう形になるような形で引くことがポイントです。ここから引く。この時にしっかりと肩甲骨を寄せた状態で引き切る。はい、このトレーニングを行うことで意識してほしいポイントというのは、この僧帽筋と肩甲骨内側ですね、そこにしっかりと入れていく刺激を。そうすることによって鬼のようなぐちゃぐちゃした背中っていうのが作れます。はい、ということで皆さんどうでしたか。今回なんですけど、僕がおすすめする4つの背中のトレーニングということでレクチャーさせていただきました。かなり僕のチャンネル登録してくれてる方で、ジルトレーニング好きで懸垂やってますとかっていうようなメッセージだったりコメントっていうのをいただくんですけど、なかなかまあ僕もね、ウエイトトレーニングのレクチャー系とかっていうのを皆さんにあげたことなかったですし、僕もフィジークに挑戦する上で初めてのウエイトトレーニングっていうのをスタートして始めたので、まあいろいろね、僕もいろんな方に教わってそれを自分で試してで感じたことだったりとか、もっともっと方法あるんじゃないかなということで試行錯誤しながらね、今も試しながら自分の体の反応を見て行っています。背中をボコボコさせたかったり、かっこいい背中を作ろうと思うと、懸垂だけではね、細かい部分狙えない部分っていうのをウエイトトレーニングで狙っていくのが一番ね、背中っていうのは早く発達すると思いますから、ぜひ皆さんもね、今回教えた4種目っていうのを試していただければいいかなというふうに思います。それではね、今回はこれで終わっていきたいと思います。皆さん次回の動画でお会いしましょう。